平野仕様にとっての挑戦とは、久々のメディア登場から紐解く、ファンを勇気づける、ことへの覚悟。平野仕様、表紙を飾る、エルジャパンの2023年11月号特別版、ハースト夫人が放射、が9月28日に発売され、ファンの間で大きな注目を浴びました。表紙写真の公開と同時に、 9月19日にネット予約がスタートすると、出版社の EC サイトはサーバーダウン。他のネットショップでも予約受付が瞬く間に終了し、発売前から重版が決定。発売日には都内の一部書店で抽選販売が行われるなど、平野仕用の人気が健在であることが示されました。 さらに、発売日にワ l ルジャパンのオフィシャル YouTube チャンネルで、平野仕様の挑戦、まだ見ぬ世界へ旅立つ、と題された動画が公開されました。この動画では、平野仕様が、ルイ・ビトン、ルイ・ビトンの LV フォールコレクションのアイテムを身にまとい、彼の魅力を余すことなく伝えています。 そして、10月4日には、この動画が再生数百万回を突破し、X、旧ツイッター、上では、いわゆるラジア版100万回、のハッシュタグがファンによって盛り上げられました。この特別版の表紙写真では、平野紫洋がシンクの背景に登場し、光に照らされた瞬間、 彼の視線が前方に向けられ、長めの前髪の隙間からのぞく瞳から大人の色気が染み出ています。彼は淡いキャメル色のジャケットを広げ、その内側の LV のアイコンを際立たせています。難しいアイテムであるモノグラムデニムジャケットも余裕で着こなし、爽やかなブルーから一転、鮮やかな赤のローゲージカーディガンをなびかせて踊り出しそうな雰囲気を醸し出しています。 彼は派手なカラーやロゴに負けることなく、ブラックコーデでもミステリアスなムードを漂わせており、約30秒の映像には平野仕様の魅力が詰まっています。この特別版の本文においても、平野仕様の軽やかな体の動きが印象的で、これは彼がダンスを追求するアーティストとしての一面を反映しているでしょう。彼は、 していて楽しかった、と述べ、その言葉が彼の個性やスタイルにぴったりと合致していることが伝わります。しかし、この特別版では久々のメディア登場を果たした平野紫耀が、これまでとは異なる表情や仕草を披露しています。インタビューでは、ジタバたしても失敗してもいい、と語り、大きく構えないスタンスを示しています。 これは、現在の平野仕様がどれだけ成熟し、自身のキャリアに対する新たな覚悟を持っているかを示すものです。平野仕様は現在26歳で、幼少期からダンスを始め、デビュー前の10代から大きな注目を集めてきました。昨年、大きな決断を下ろし、今年は新たな一歩を踏み出す重要な年となりました。 しかし、その一方で、彼のインスタグラムでのファンとの交流や公開されたダンス動画を通じて、彼の人柄や魅力が健在であることが伝わってきます。それでも、今の平野耀が以前とは異なり、より一層の覚悟や戦闘モードが感じられるのは事実です。誰しも失敗を恐れてしまうことはあります。しかし、平野耀は、ファンを勇気づけるような姿を、 と語り、その言葉を受けてファンは彼を応援し続け、自身の人生にも勇気を持って前進することを考えるかもしれません。最近、少しずつ彼の活動が明らかになってきており、新たな発表や大きなニュースがもうすぐやってくることが期待されています。彼のファンたちは、 彼が挑戦し続け、成長し続ける姿に期待を寄せており、これからの彼の活動に注目が集まっています。平野市洋エ L ジャパンの2023年11月号特別版の表紙を飾ったことは、彼の人気と魅力が依然として健在であることを示すものでした。 この特別版では、平野市洋が新たなスタンスと覚悟を示し、ファンを勇気づける存在としての一面を見せました。彼のこれからの活動には、ますます注目が集まり、彼の挑戦と成長に期待が高まっています。<laughs>